ゲッターズ飯田の占いプレゼンツ、ゲッターズ飯田の億万ぐらい幸せにしてやろうか。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です。億万くんも慣れてきてもうようやくタイトルをちゃんと言えるようになりました。4回ぐらいまとめてすぐ4回目ぐらいにだんだん慣れてきますねいやいいっすね。うまくない、そのショールームでだるまじゃないだるまを、だるまじゃない数じゃないだるまだるまをやって、はい、200人ぐらいの前でキャキャキャしてますけど、はい、ずっと見てますけどそうなんですよね。飯田さん来てくれるからショールームのギャラ 何十万もらえ、何十万でしたっけ。あ、初回ですか。初回そのもらったんですよね。だいぶもらいましたよ。税金ちゃんと納めないダメだよ。そうですね、はい、チェックするから国はね、はい、いくらでした。9円ですやめちまえ。あ、すいません、9円じゃなかったです。あ、え、そっから事務所に4割取られるんで5.4 円で地獄だ北海道30代後半女性コウさんでございます。ありがとうございます。2年ほど前から片思いしています。どうしても直接占っていただきたいです。彼はスポーツクラブの個人トレーニングの担当トレーナーです。これはねもう毎回そうなんですよ、当初はただのインストラクターさんというだけの認識でしたが、私が転職や自分の住みたい道について悩んでいた時に、なぜかまだよく知らないその人の意見が聞きたいと思い相談をしました。